はい、お疲れ様です。マッピーです。モーセやっていくんですけど、相変わらずシアンやらメルベいるんで燃やしに行きます。このマナリアリーダーの火炎デッキで、前にねヤンドーラとマナリアが同デッキ制限かかって使えないっていう話したと思うんですけど、その枠にリロレルが入るよっていうことで、今年ねこの調合まで登場したんですけど、このリロレルを使ったとしてもやっぱオーラがないことによってね、ちょっと火力不足かなって思うところがあったんで、その動画の中でね触れていた嫁アイリア、こいつを使っていきます。このブライダルアイリアね、今来てるんですよね。ヤンドーラが使えなくなった代わりにオーラとして機能するアイリアを採用して、でそのアイリアっていうのは S 枠になってるんですけど、ヤンドーラに比べてねマリアリティ高いけど、この効果が高いと、火炎ダメージの上昇量 30% アップなんで、このマナリアと合わせるとね 1.69 倍になってくれるというのが強力でございます。やっていきましょう。まあ、実際ねもともとパーラとか入れてたんですけど、まあ、要は盤面に出す S ゴマは減ったけど、サブオーラとしてこうやって使うことによってね、ヤンドーラが使えなくなったんだったらアイリアで代用ってことですよ。でそのアイリアはヤンドーラよりも効果が高いってことなので、正直ありかなと。であとは、リーダーをベニマルにしてヤンドーラを入れるっていうこともできます。はい、っていうのがね今の火炎なのかなっていう、まあ、ベニマルリーダーでやるか、マナリアリーダーで嫁アイリア入れるかみたいな感じですね。だからまあそうだな、アイリア持ってるかベニマル持ってるかで判断するのが良さそう。でどっちも持ってるよって時はまあどっちでもいいんちゃうって感じですね。さあギルガメッシュ相手なんで、オッケーよし、これ相性で買っていきたいよ。ボルトヒール若干強めではあるか、まあ一回これちょっと X じゃなくてね、平行からいって2枚燃やしてみます。そしてこの 1.6 倍めちゃめちゃ強い。これヤンドーラだったら 1.56 倍なんですけど、嫁アイディアはねバフのかかり方が高いってことなんで、正直強いですね。正直強い。とかもともとね、あのヤンドーラがなんか使いやすすぎたから使ってたとこあって、そのなんだろう、ヤンドーラ使ってたとこあったけど、アイリアもね全然強いんですよね。でこれどうしよっかな。 X アベル打つかリロレル E4 とか打って2枚燃やすかですけど、 B3 打たれた後十字火炎微妙な感じもしなくもない。まあ、アベルこっち行きますか。このアベル多分取られないでしょ。よいしょ。で相手が使ってくる駒に対してこの氷結を選択することもできるし、 E3 打たれた時に E4 リロレルも強いんで、ここちょっと10時間行かせてもらいます。 OK フォースね。 OKOKOK これ B4 もちょっと強い感じするな。OKOKOK、まあ、適当に燃やして、さあ相手もねちゃんと火力ゴリゴリ削ってくる感じはするんですが、 OK ミンリーさすがにこれクソ強いわ。ミンリー打ちます。さあこれで2枚強火、いい火力、これいい火力っすね。でアベル取ってきたら D6 リロレルもありかな、2枚強火にするみたいな。オッケー取ってくるよね。か角十字火炎ですね。さてさて、燃やす。もう普通に強い。うん、バフの書き方おかしいんだよな。フォーティア引く。D6 リロレル、あーでもあれか、あの E5 が召喚駒じゃないのか。あーまあだったら普通に角いこう。一回強火にしときます。ナイス。よし、リロレルの火炎の方を使っていくぞ。氷結じゃなくて、氷結の方はね即流相手とかで有効かなって思ってるんですけど、この対面は燃やしに行くぞ。よしよし、じわじわこっちの方がね火力立たせてる状況になってるんで、よし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 。まあ、相手もそうやってね早めに動いてくるよね。そりゃそうよ。結構削られてるんで全然負けれるな。正直全然負けれるよ。だが負けるつもりはないよ。どうしようかな。微妙だね。微妙。左下 X も強い。あ、左下 X で4枚もやしめっちゃ強いけどちょっと悩むな。ルサールか通るのか。いやでも行っちゃおう、これ行っちゃうわ。相手のキャラゴマ結構取れるんで。でルサルカコンボ使う場合相手動線ないんで、ちょっとこれ削りますわ。よし、オッケーでここ大事だな。そろそろもう一枚エソゴマ引いときたいんだな。これ頼むぞ。はい、ナイスベルガ。でここで一種け取りつつ、よいしょ。あ、待って、これメティルのコンボ取るのまずいかもしれない。あれも一回外周だから。で次フォーティアで燃やして貸したいな。メティルコンボで回復されても一応飛ばせるはずだけど、フォーティアで回復あるかな。相手キャラゴマ少ないから飛ばせないですね、ゲールのコンボだ多分。
オッケーオッケーオッケー。でこれで外周残る、いたで3枚燃える、2028と。で今2028じゃないですか。でこれフィン引くんですけど、このままフィンを使ってね、これで終わりですね。はい、アイディア強いですね。よいしょ、んー、いってらっしゃい。まあ、法廷でも取れたと思います。ナイスって感じで、アイディアのバフのかけ方が結構強いってのが、まあ、伝わったと思いますね。普通に強い、さすがです。よしよし、まあ、相性いいってのもあるんですけど、まあ、実際ヤンドーラが英語マリーダーの大体とね使えなくなったんで、こういう調整としてあるんですけど、まあ、個人的に思うことがあるとすれば、まあ賛否のある調整かなって思うわ、正直。ヤンドーラって誰でも手に入れられるがゆえに調整しやすいっていうか、その動的制限かけやすいみたいなとこあるかもしれないんですけど、逆に言うと誰でも手に入るヤンドーラをこういう感じで、なんだろうな、英語マリーダーと使えなくするっていうのは、なんか新しく開演を始めたいって人にとっては辛いかなって思うし、正直これは賛否出るだろうなって感じがする。まあでも、言うても火炎デッキ勝率クソ高かったんで、なんかテコ入れしたかったっていうのはあるんだろうな、そんな気はしますね。でこれどうしよっかな、はい、結構いきます。よいしょ、でこれも相性いいし、しかもあのアイリア引けてるんで、バフのかけ方おかしいと。1.69 強いな、正直。引いた時のアドだけで言うとヤンドラより高いし、まあ、ただ S ゴマと A ゴマの違いってことで、ヤンドラの方がね、なんだろう、上振れというか、しやすいみたいながあるかもしれないんですけど、全然これ強いんですよね。さーて、アイディア乗られたのよろしくない。ただこれ適当に一回こっち切っときますわ。で相手が D6 ってきたら B6 十字架に強いし、 C6 ってきても外周に置かせられるんで、一旦こうします。で OK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  S アナはまずいんちゃいますか。なんかいけ、おー、いいっすね。まあ一回これ X 行って、オッケーオッケー、これちょっと2枚燃やしますね。まあ、こっちアイリア引いてるんで結構火力重視でいきたい。で相手のエンマ大王のコンボは、まあ、そんなに強くはない、1950食らえるから、使ってきてもカード十字架とかもいけるし、相手に外傷を貸せられるんで、これ X 行って、で B3 打ってきたら A4 で相手の動線潰せるな。よしよしよし、で800か、あー、はい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 、これどうしようかな。D5 の穴発動してないのか。A4 打てるけど、あと F4 打たれたとどうしようかな。もう一回 A4 打つか、打つわ。はい、ちょっとアイディア乗られてんの普通にだるいな。アイディア乗られちゃったか。まあこれがヤンドーラだとしても乗られたことに変わりないから、結局オーラ乗るっていうのはよろしくないんですよね。おっと、エソナーまずい、エソナーまずい。サカちゃんか。 B3 の罠発動してないから、あんまり触れなくてもいい感じもするな。これ E4 打って F3 打たしたい感じするな。でもベルーが打つの早いよね多分。いや OKOKOK E4 打つわ。おう、メアちゃんだった。ちょっと回復多いね。まあまあでも回復が多い分は後から火力で回収できるんで OK としましょう。でこっから、そうだよね、 OKOKOK、 そっち置いてくれるの待った。あー待って、 S3 枚目やばいな、メルベユールだったらやばい。 S3 枚目マジこれまずいっすね。ちょっとベルが打たないと間に合わないかも。10時間引くこと考えたら F5 打ちたいけど、10時間結構切ったんだよね俺。であと D2 アレスもだるいな。だから F5 で良さそうな雰囲気するけどね。あーでもメアちゃんと、いやメアちゃん逆に残すか。これメアちゃん残して F3 の罠発動させて、アレスのリペア対象にしよう、メアを。その方が美味しいですね。 OK でこっち打って、で全体回も欲しいですね。エディーナとかでもいいかな。エディーナ入れてたっけ、そもそもちょっと覚えてね。一応アレスの根格はできないから一旦こうだな。メアをリペア対象にしたい。あのメアリペアされるの美味しいんで。おっと、でここ大事ではある。なんかいけ、お、サラマンダー引くか。どうしよっかな。これ右上バグルス行こうかな。右上バグルス打って、よいしょ。でこのバグルス取ったらもう一回外周火炎で燃やさせるって感じですね。てかこの罠発動しないんか。罠発動しないの多いな。
でバグラス取ってきたら F1 にサラマンダー置いて3枚燃やしましょう。アンチヒルか、ここアンチヒル打つ余裕あるのか、ちょっとそれは意外だな。アリスいつ打つんだ。フィン、あーでもちょっとフィン打ちづらくなったけど、さすがに3枚燃やせるんで、いやこれ飛ばせないかな。いやさすがに甘えてるか。お前のコンボは、あ1500か、2500で3枚燃やし、いやさすがに無理か。まあでもこれこっち打ってオッケー。トゥーミアでかい、これこのトゥーミア発動でかいですね。相手のリペア対象だいぶ多くなったんで、よしこれであのエンマ大王避けたら8角まである。多分ね、多分。さあどこだ、オッケーエンマ大王避けた。であとはトゥーミアさえ取れば物流消して勝ちかな。なんだこれ、物理勝ちできない。オッケー、あれトゥーミーであれとあれだから勝てたね普通に。いってらっしゃい。ほい、これ物流受けして勝ちですね。よーし、物流受けてジジイと。うーん、火力出方おかしいね、さすがだね。やっぱこれなんですよ、これこれ。盤面に出す S ゴマ自体は少なくなるけど、もうそもそも火力が上がってるんでね、関係ないと。ベニマル理論、あの2オーラの状態だったら、この状態が強いんですけど、2オーラじゃない状態だったらベニマルヤンドーラ、あのベニマルヤンドーラとの比較としてね、2オーラ状態になったらこっちの方が強いけど、2オーラじゃない時でも火力を出せるってことでベニマルもありかなっていう感じですね。どっちもあり、賞味どっちもあり。まあでも嫁エリアにしろベニマルにしろ結構持ってる人限られてる感じがするな。特にベニマルとか持ってる人いるのか、2回コラボ来てたけど。さあティアマト、この対面はリロレルが欲しい。相手の初手見ようか。おー、オッケーオッケーオッケー。初手 D5 なのでエディーナ刺さるね。でこれ縦取りナウラから打って右下 X に見えるな。はい、縦ナウラ行って右下 X にサラマンダーですね。相手の X を出せましょう。であとこの対面ベルーガーの燃やしも考えたいんで、外周に置かせる動きもさせていきたい感じはする。オッケー、ニーナちゃんね。でティポン欲しいよ、さっきからティポン手駒に来てない。んー、ミンディか。まあ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 、これ右下 X 打ちますね。ニナちゃんちょっとコンボ強いけど我慢しましょう。許容、オーラやめてお願い。よし、これオーラ引かれて S 打たれたらもうジジイでした。だこの段階で S 打たれるのも結構きついけどね、ここで SE4 打たれるのもめっちゃきついけどね。やめてください、事故ってください、事故ってください。もうお疲れ様でした。いやティポン引いたらね全然いける、ティポン引いたらまだいけるマジで。ただティポン引かなかったらやばいかも。やめてティポン、うん、ダメでした。あーまあジジか、さすがに相性悪いな。よいしょ、 OK、 でも普通に強いね、火力出てめっちゃ火力出てる、パッと見ちょっと強い。ただ普通に 2.2 倍きつい、ぶっ飛ばされちゃうよ。 2.2 倍強すぎるよ。あ、作業どまいまあ強すぎではある、どんまいどんまい。チッポだな、チッポ行くしかなかったですね。チッポ引いて威圧かければ全然耐えれたし、もう一発全体化も決まってたんで、うん、即リタイムさすがにチッポ引かないともいいですね。で次勝ったらなんとランク上がります。456、456か、カイジでこういうの見たことあるな。4、5、6歳、暗黒竜デッキ使うんだってさ、これ相性取ります。よし、燃やそうか。うん、全然関係ないいや暗流が流行ったら火炎強くなるし、なんだろう、魔が流行ったら暗流流行って、で魔に対してはメルベとかで相性この火炎デッキ取れるし、でその暗流流行ったところに火炎デッキでさらに相性取れるから、そう考えたら火炎デッキってね、なんかずるいよね。なんとも言えない。はい、適当に行きますか。アベルでもよかったかな、まあいいか。さあこれ平行とか打ってくる可能性もある。別にでも平行打たれてもそんな問題ないんで、平行打たれたら10時間や強火になりつつミンリーで強火にできるんで、じゃあ中火からの強火にできるから、あるとか。
OK ね、これどうしようかな。はい、AD な引くのね。右ウィクサイズで入るのもありだな。 OK、 これちょっと一回右2枚燃やしますわ。これで D6 ヒュプノスを足して2枚弱火の状態作って、右上 X アベルとかありかな。でそれでアルト一発強火で入れて、アルトのコンボそんな強くないから共有できるみたいな、ありだね。か全然 B3 打ってくる可能性もあるんですけど、それにしても右上 X アベルはありだな。ヒプノス地帯だろ、サブロ君。おっと打たない。マーテルとアルト結構2枚あのあれだな、2ターンスキル入ってんだな。来い、ナイス。まあ、一旦アベル行きますよ。一旦アベル行きます。よいしょ、はい、強火いきます。ナイス。でこれヒプノスどこで出すんだろう。相手今 C5 つならヒプノスのタイミング1個ずれるし、それだと俺が右下 X に対して E6 ヒプノスって感じなのかな。動線開けるの怖いけど、アベルの炎上線上にな、あーでも2ターンしか効かねえのか。まあここヒプノス打ちづらいでしょ。 E6 打っても強火になるし、あここでヒプノスか。ほーん、面白い、面白いじゃないの。なんかおフィン強いですね。フィンは取っておきましょうかね。一回これ右下 X 打って回復しつつアベルの効果で燃やします。でこの回復もでかいですね。よし、ナイスナイス。でベルーガも入れてるんで、ベルーガも引きたい感じはするかな。相手目線アベルだるいか、アベル取ってくる可能性もなくはない。まあでもあと一旦で終わるから、一発共有してくるっていうことも全然ありるね。 E6 とかでで動線組むみたいな。そっちはちょっと予想外だったな。うん、オッケーで、アベル、よしよし、仕事しきったな。で、ここの日。ちょっとなんか、外周に置くのためらってる感あるな、相手。外周置きたくない病か。まあでも、これは、A3 アベルって、E3 のアルトをさらに燃やします。俺、アルトにこんな集中砲火したの、久々。バスターコールか。よし。アルトにバスターコールかけます。結構、神ゴマ飛んできてんな。でも、ヒプノスリーダー、神だけじゃないはずだけどね。マゴマもそれなりには入ってるだろう。神タンヒプノスってのはちょっと聞いたことないしな。うん、そうだよな。さあ、罠ゴマ張ってくる。燃やす。これ、中火引きたいですね。あ、チュッポ引いたね。最強。まあ、チュッポで取りますか。ほい。まあ、これでデガとかの火力落としつつ、よいしょ。おい、回復力高すぎ。ナイス。もうここまで来たらなんか適当にやってても勝てそうな感じするな。次 B4 とかで絶対きついでしょ。相手どこ置くんだこれ。もうとりあえずアルトは集中砲火だよ。もうアルトに対してはバスターコールかけるって海軍の本意だからね。海軍全員がそぎ目だから、おお、ほい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 。これフィンで動線組んでいい気がするけどな。 F6、 はい、ドキドキします。胸ドキか。 B4 打って次フレアヒール D6 でかますのもあり。 B4 にしようかな。もうヒールしよう、ヒールするわ。ヒール量エグすぎで火力入れて、よしよしよし、オーラがなくても飛ばしきっちゃうぞ。もうフレアヒールに対して何もできないだろう。今さらアンチヒール打たれても何にも問題ないからね。ここまで削ってるから、よしよしよし、今になってアンチヒール打たれても問題なし。でここに来、はい、バーグルス、はい、まあ問題ない問題ない。しかもこれスキル上がってない、上がってないな。おいしい、まあ、これ飛ばせないですね。13700はやってみんじゃい。飛ばせてるもんなら飛ばしてみんじゃい。ヒュプも相性正直悪くないですね。こっち先行だったんでちょっと不安だったんですけど、
相手これ神タンかな、神しか出してこないな。お金ももんか。あでもあれだ、ちゃんとマゴマ入ってるわ。さっき罠ゴマ撃たれたし、あと手駒に銀白持ってた全然神タンってことなかった。ナイスナイス。まあ火炎強いな。えい、456ありがとうございます。やっぱねヤンドーラー使えなくなってもそのエゴマリーダーとそんなに大きくは変わんない気がするね。ただデッキが組みづらくなった気はするな。やっぱヤンドーラっていう誰でも手に入る駒が同デッキ制限かけられたってことは、その編成難易度は若干上がった気がする。若干だけど、こい、まあ、別にちょっとね編成難易度が高いくても何も問題はないと思うんですけどね。強駒とか引いたらね、ナウラと あとアベルとか取れるから。うわお、これどうしようかな。よろしくお願いします。エディーナ捨てよう。よし、また先行か。ちょっと先行しんどいんだよな、あんまやりたくない正直。ヒップの層も多いのか、もっとなんかあの辺来ると思ってたんですけどね。さあこの X 美味しいな。よし、クリサラ残して大正解。これ結構でかくね。しかもこのタイミングでアイデア引くの偉すぎない？確かに火炎対面 X 強いんですけど、ちょっと今回の俺の手駒の回り方が結構いいですね。おっとちょっと間違えた。そう、手駒の回り方がいいので正直この X はまああれですね、きつくないですね。しかも相手外周に最終的に置くことになるから、デッキの編成的にも X にも対応できるし、相手がヒプノスリーダーってこともあって、ヒプノスの X はそこまで軽く出ないはず。おーと思ったけど、そこにヒプノスはなかなかではある。なかなかだな。これ次多分コンボ組んでくるであろう。これ先テュポ行きますわ。心の炎を絶やすな、強火でやれ常に。 OK で、まあ多分このクリサラの召喚したパピシュうざいから取ってくると思うんですよね。 OKOKOK よし、いいですよ。でもこれそんなに軽く出ないね。よしよしよし。でここでアベル打つかどうかだな。いらっしゃいませ。フォーティア、アベル打ちますか。いいっすね、これ心の火が常に灯ってる、強火になってる。でこれで C5 のヒプノスを強火にしつつ回復入れて最高で、これ次 F4 に対して、D2 に行きたいですね。 D2 に行ってで F5 狙いつつ相手右上 X 打ってくるはずなんで OK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 。それに対して F2 あの十字架とかもありだし、まあ、引き次第だな。 D2 フォーティア行きたいですね。あーいいっすね、 D2 フォーティア行きましょう。 OK、 これ D2 フォーティア行きます。こうすることで相手がこのフォーティアを取ると F5 がバーリきついんですよ。なんでこのフォーティア絶対取れない。右上 X 打たないといけないですね。でその右上 X に対してまあ、十字架円で攻めればいけるかな。かもう B6 とかでもいいな、全然ヒポノス取って盤面的に有利に持ってく。あ、それもありだな、それにしようか。 OKOK、 そうなるよね。うん、それありだな。でその後相手 D1 打ったら F2 に坂打ったら2枚中瓶できるんでありだな。そうしよう。あ、オッケー、もうこれベルが打ちますわ。ベルが打ちまーす。ヒップ取って、オッケー、これで威圧かけつつ、相手が D 中ったら F2 に坂かな。完璧すぎる。うん、上取るしかないもん、相手これ。だって D6 とか打てないでしょ。E6 とか、打てない打てない。いや、完璧だね、この手札の回り方。しかもアイリアが強え。適当に中火かけてるだけなのに、相手、みるみるうちに溶けていく。OK。で、エディーナ切ってるから右半分燃やせないな。ハンナ引いたか。まあ、ここまで来たら、ね、永続とかは関係ないもんね。もう3ターンスキルで十分ですよ。よいしょー。OK。あとはもう寝てるだけで感じです。あとは寝てるだけで OK です。もうこのまま、火を通したまま一晩寝かせます。そしたら完成です。はい。まあ、大体そうなんですよ。料理にしてもそうだけど、一晩寝かせるっていう工程、大体しとけば美味しくなる、切ない。そんなことない。寝かせときゃ美味しくなるんですよ。
寝かせや、寝かせやいいのよ、寝かしゃ。寝かせば美味しなんねん。ってことで、これ左ウェックスで終わらせましょう。はい、チップンのコンボも強い。ナイスー、ナイスー。一晩寝かせたカレーが好き、個人的には。カレー食いてー、カレー食いてー。実家のカレーめっちゃうまいんだな。あ、そういえば俺カレーでさ、ちょっとさ、一個疑問があってさ、これなんか前も話したかな、あのさ、カレーの具あるやん。俺の家のさ、その実家のカレーはジャガイモが入ってたのね。ジャガイモ、人参、肉みたいな感じかな。あと玉ねぎとか、割と具沢山なんですけど、あのジャガイモ入れるとこと入れないところらしいやん。みんなどっち、ジャガイモ入ってる自分の家のカレーって。俺ジャガイモ入れるとこだったんだけど、うちはジャガイモ入れる派だったんだけど、みんなどうなん、アリ派、ナシ派。俺アリ派だけどね。ジャガイモ美味しくない、だから芋がうまいからね。芋食っときゃいいんすよ。ちょっとこのソウルデッキは怖いな。こっち手駒ロックもなければシールド罠もないんで、ソウルの爆発力 VS 替えの爆発力、どっちが勝るか。いやー、ショート X なー、ちょっとソウルの X はさすがに怖いな。オッケー、フィンでかい。まあ、とりあえずクリさらって、じゃあココロパピーシほんと強いな。コンボでも回復できるし、相手燃やしてくれるし、強いなこのパピッシュ。おお、そこ3ターンスキル切るのうまいね。なんかみんなうまいな、立ち回りうまいね、うまいっすね。ちょっと考えながら行きたいな。アイディア引いた。まあ俺も火力出したいんだよな。いいよ、やってやるよ、勝負しようぜ、火力勝負。俺たちで火力勝負しようぜ。さあ、リカルローナ、強い、いいっすね、強いっすね。うわ、どうしよっかな。アベルで威圧かけつつ3ターン中尾が安牌に見えるけどな。なあ、これアベルです。愛かゆく心に届け、届け。で、チュッポン欲しいけど、今じゃなくて2ターン後ぐらいに欲しい感じ。オーマイガー、まずい、ソウルバースト本格に浮かれた。これまずいっすよ、これやばいっすよ、まずい、まずい、これまずい。うわ、どうしよう。うわ、ちょっとこれ激ムズではある。一旦こうか。耐えれるかな。結構霊力溜まってんな。でも S5 も打たれてないのか。オッケー、 S5 も打たれてないのはポイント高くある。あの、いって、俺が火力足りるかっていう心配もある。アベラと一旦か、きつい、熱い。そのティポンは、ちょっと待ってよ、今ティポンを打った場合、ティポンを打つべきか。いやー、600いいやつだもんな。いや、ティポンだな。回復入れて D6 耐えてくれ、頼む、 D6 を耐えるのだ、 D6 を耐えるのだ。オーマイガー、でも言うてこれ今霊力ここで吐き出さないといけない。オーマイガー、強すぎ、いちー、これクソ板ではある。ちょっと待ってください、これどうしよう、回復するべきなの。でもそしたら俺火力足んないってことない。いや、そんなことない。火力は足りる。取られても火力足りる。俺は足らせてみせる。だって、オーラ引いてるもん。火力、おれ、ナイス、オッケーオッケー。これ耐えれば。いや、とはいきついか。どうだ、どれぐらい霊力たまるんだ、霊力次第。うわー、あ、でもこれ霊力放出。あ、あるじゃん。あるじゃん。いや、クソ止まってます。にゃー、頑張れ。ういー、ういー、ういー。おぶねー、ギリギリー。ギリギリ、危ねえ、ナイスアベルー。
回復頑張った。ナイスナイス、危なすぎだろ。ギリ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 、危ねえ。ソウルデッキ怖すぎだな。今エリーゼだったらやばかったのか。どうなんだ。だ、相手の霊力の溜まり方わかんないんだよね。霊力個室3枚だから、さすがにあの茨姫より軽く出てたんかな。エリーゼわかんねえ。危ねえ。カリーナのコモも強いな。あのなんか F4 のコモの、あいつも強いな。でもあれだな、威圧で繋いだバトンだね。あとパピッシュのコンボの回復とか、とにかく今あれだな、回復頑張ったね。回復と威圧が頑張ってくれた。おし、初手アイディアアザス。初手ミンリー打ってみる。初手ミンリー打ってみる。なんかな、この火炎のオーラの何が強いって、火力が上がるのはもちろんなんだけど、火力が上がることによってさっきみたいなゴリ押しが効くってことだね。あそこで3枚返し打ってみたいな、でベルが取られても飛ばせるみたいなところまで持っていけるみたいな、ゴリ押しが効くのがなんだかなっていうの。あ、これ X 行こうかな、どうしよう。X 十字回とか引いたら行っちゃおうかな、強火とか引いたら。あー、やめとこ。ちょ、これ仕打ちしよう、仕打ちするわ。さあ、まさかの仕打ち。うん、オーラ引いてるから1枚でもこヤンドーラーじゃないわ、何ナウラの炎上戦場に置かせたら美味しいとこある。うーお、ボルトマギア強いやん、強いじゃん、痛えじゃん。はい、おー、ベルが引いてく。うーん、魔法剣いきますか。おい、で次、あー、いや、まだだな。あのリロレル引いたら当てようかなと思ったけど、復活した後の F3 で結局新動線が組まれるのはよろしくないか。あー、でも打つのマリかもな、コマによっては。ひろゆき、オッケー、ひろゆきね、了解了解。いてー、よし。でこれベルが引いてるんだけども、あー、クリサラマジっすか。あー、これどうしよっかな。今ベルが打ったとして、その後クリサラ打つ場面あんまないんだよな。で S1 枚切ってるからボルトヒール許容しようかな、これ。あ、でもその後 F に右上 X 打っても取られるね。やめとくか、今ベルが打つわ。うん、今ベルがでいいや。おい、うん、一旦こうだな、一旦こうして、うわー、 E3 来るんかな、 E3 来るのか。ちょ、なんとかして相手めっちゃ燃やせるみたいな打ち方、ちょっと今のところ開発してきた。オーマイヤー、おー、これマジでなんか燃やすコマめっちゃ欲しい、めっちゃ燃やさせて欲しい。ああ、そういうこと、そういうこと、マジでそういうこと。天才、本当天才です、あなたは天才です。そういうこと、そういうこと。ナイス、でかすぎー。でこのあとどうしようかな。まあおそらく F1 に打ってくれるだろう、俺のベルが取れてしょ。でその後、ヒールかも。おお、ペトラ強。あー、ペトラ強。痛え。いや、でもさすがにフレアヒールかましてえな。これなんかいけ。アベルか。クリサラ打つのありか。アベル打っても燃やせないし、ヒール打つなら今しかないな。ヒール打つか。いや、果たして耐えれるのか。うお、そこ召喚意味ね。ナイスいる？いや、ナイスだけどちょっと、きつい。正直、正直きつい。S2 枚切ってて、3枚目見えてて。これ、C 打ちナウラ失敗した説あるな。2ターン耐えたいな。OK、ハロメ切っていく。これ、ハロメのコンボ次耐えるしかないですね。いてー、最強。いや、待て。なんならペトラのコンボもう一発食らわないといけないわ。あ、これ無理だな。左下いくぞ、あったよく見たら。意味ねえ。いや、S4 枚切ってるわ、よく見たら。これ、フェルノート切ってたわ、いて。あそこでヘルノート切る視点でちょっと疑うべきだったな。なんかたくさん引いてるっていう感じがしたわ、正直。あれ疑うべきだったの。って言っても、いやー、あのベリューがあそこで使わされた感もあるな。クリサラ切って取らせてベリューがの方が良かったか、一回待てば良かったかな。ドマイ、死んだわ。まあ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 。
や C 打ちミスったかな。なんかオーラ引いてるから逆に 1回でも炎上戦場化したら美味しいかなとか思って行ってみたんですけど、普通にご利用された。点血なんか軽く高いな今日。フェールの音ペトラ、あと実質ウィーブみたいなあいつか、エミリア強いじゃん。よし行こう。あ、この人始めた時期俺と近いな。2017年の5月1日。うわ俺もそんぐらいだったぞ。ゴールデンウィングの時始めたんだね。で、あのゆるるんぐると影光が出て始めたわ。もうなんかリセマラとかじゃなくて、もう一発目で出て始めた。あれ一発目で出てよかったわ本当に。でその後めっちゃハマったっていうね。そう、あの友達がやってたんですよ、オセロニア。なんか急にね、急に始めてて、その友達があの第一ビートボクサーさんのなんかそのオセロニアの動画見て始めたらしいんですよ。で始めて、で面白そうだなと思って俺もやってみたらおもろかったっていう。であのその友達がなんか、それとは三日坊主ですぐやめたんですけど、すぐやめたけど、なんかその友達招待キャンペーンみたいなやつやったらなんか得点もらえるみたいなあったから、それだけ付き合わせたわ。でその後なんだかんだめっちゃ余ったっていうね。でそいつは今もうちょっとだけやってる。なんだかんだやってる。なんか復帰してね。ちょっとやってる。さあこれで、オッケー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 、了解。これもこっち行こう。C4。 あーまあそこでもいいわ。燃やせ。ナイス。相手メルベ出してこないね。出してこないね。火炎だからか。俺が火炎だから出してこないのか。左 X 来そうな雰囲気。そうだよな。でどうしようか。はい。外周置かせて。おーよし。これ外周置かせてえな。またちょっとこっち行こう。こっち行って一回燃やします。じゃ早くメルベ出してくれよ。メルベ出せよ。どうすんだ。相手外周置かないなら右下 X なんかもあるけど、でも燃えるぜ。どうすんだ。C6 メルベとか来るかな。ただ実際これちょっと C6 若干だるいんだよね。A3 打ちにくいからね。でも C6 メルベ打ってくれるなら、あ、メルベ打たないと。OK です。痛えじゃんかよ。で、お前のコンボは 70% 以下、了解。あ、OK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 。よし、これ当てて、当てて、外周に置かせますわ。あ、外周に置かせて、で、このサラマンダーの炎上線上に置かせて、で、フィンベルガで合流します。まだ使えないよね。5000に7800削りだから、OKOKOK。うん、完璧。マジで、今のうますぎ。完璧です。自分であんまこんな、自分のこと褒めたくないけど、今のうますぎ。あ、これ、アベル、つえー。いいっすよ。これ、別に取られてもいいんで、アベル F に行きまーす。相手6切ってるんでね。よし。うますぎー。負ける気はしないぞ。もう、こっからもうフィンベルが打てばもう終わりですね。もう勝ちで。あ、待って。一応、あれが怖い。テラーナイト怖い。これ、最近登場したテラーナイトが怖いですね。あのテラーナイトが来なければ。よし、さあ、これで、外周に置かせます。で、アンチヒール来る前に動きたいので、ここは先にフィンを出します。で、ここでアンチヒール打たれる分にはそんな問題ないです。OK、フィンから打って、大体実際ここで、動くの、ね、C1 とか D1 とかを縛るための、フィンみたいなとこっていうか、その、なんだろう、ベルガから打つと、OK。まあ、伝わったと思います、俺の言いたいことは。で、これで、ベルガ打っちゃってもいいな。フォーティア引いたんならベルガ打ちますか。これでベルガ打ちまーす。オーケー、これ勝ちでーす。はい、火炎デッキ強すぎー。適当に打ってるだけで勝てるー。もうこれだって相手ね、D2 が外周だもんね。うい、D2 打ってくるー。うい、ナイスー。なんだこのデッキ。なんやこれ。うい、GG。これも勝ちっす。よいしょ。テラナイトとかないよね。ないよ、これテラナないよね。テラナ、あ、でも一回受けないといけないな、チャクラだから。ここまで削ったらもう勝ちですね。おっと、抵抗してくるね、バーストバリアで。ただ、バリアの分かれ、あ、バリアの上から。オッケー。いや、いい立ち回りだったな、今の。リリアスに当てるの。あいつコンボ使えないからな。で、使えなかったとしても、外周に浮かせて。あー、いいですね。めっちゃいい立ち回りだったね。ナイス。
いいね。アイリア引かなくても火力取れるし、アイリア引いたらご利用者も狙えちゃいますみたいな感じですね。普通に強い。2016年の4月30日あ？あ、俺さっき2017年の5月って言ったっけ、さっきの人間違えた。俺2016年の5月だったわ。5月違いですね。まあいいでしょう。でもこの人こそ俺と同じ時期に始めて、なんとメルベユールを所持してます。なるほど、古参勢はメルベユールがお好きらしいですね。ほんなら燃やしに行きましょうか。で、行きたいところなんですけど、先行行かれたんで、おそらくこれ初手メルベからの2手目 X ゴリ押しゲーミングですね。相手の狙いはで、これはもう初手にバイオグラス打って相手の X 芝、あーちょっと待ってくださいね、これ X 打たないかも。まあでもいいや、初手バイオグラスでいいですね。相手召喚増やせなくて火力が足りないから打たないかもしれないですね。ただ相手目線ね、召喚をしないと結局リリアスとかも火力出ないので、まあそうだよね、召喚はしてくる。でこれでエリーナかまして右側燃やしますか。でか、あかか、俺があえて F4 に打ってその後 C2 でバチコリ燃やしまくるのもあり。まあ、でもエディーナ行きますよ C2 に。 OK、 もう目先の強火をもう止めていくよ。うーんで右半分燃えてる状況か。 B6 来た、あ、ミビロック来るね。 OK、 B6 来たら右下 X 十字回もありなんだよな。メルベのコンボちょっと怖いけど、痛い、よいしょ、ナイス。もうこれ右下 X 行きますわ。お願いします。ナイスー。 OK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  火力ないよね結局。この間友達とボーリング行った時もね、俺は火力を出すっていうことがどれだけ大事かっていうことを力説してきた。そう、この世は全て火力で解決できる。あのボーリングだってね、コントロールが必要みたいなねことあるかもしれないけど、いや火力でしょ。圧倒的な力、力こそ正義です。火力が出れば勝てます。皆さんこれ覚えておいてください。あのボーリング打つ時、ボーリング投げる時も俺あのなんだっけ、11番でもうなんか思いっきりバーンって言って火力だけでやってきたから、だからガーターかストライクしか出ないガーターかストライクしか出ない、俺がボーリングやったらあの火力を信じきってるから、ガーターかストライクしか出ない、あのゲームあーフィンツウェイ。俺でもフィンね、まだ打たないっすわ。だって火力、今言ったでしょ、今回復する、俺今回復すると思った、しないから。俺火力こそ正義だと思ってるから。うん、世界を救うのは圧倒的な火力です。今火力、あの回復すると思ったでしょ、しません、しません。火力さえ出れば勝てますから、しません、しません。追い求めません、それ以上は。さあこれでベロムヒールが入った上でも、なんとですね、火力があれば全部解決できるんですよ。こんなんでフリアヒールとかちまちま狙ってる暇あったら火力出してください。はい、火力、そう、もう全部火力本当、もうね、火力ないよ。ドラえもんか誰かが言ってた気する、やはり火力ですかねみたいな言ってた気する。うん、うい、火炎デッキ強えな。無補正なんか悠々勝てるね。まあね、メルベが連続で来てるってのもあるかも。ゼンロス侍デカすぎん。ログインリース83日だと短い。83日、2ヶ月半か。お、ラニ、待てよ、あのこういうね、ログイン日数を利用して相手のデッキの中身を探ることができるかもしれない。つまり83日前まで、あ、なんだろうな、なんて言えばいいかな、あの83日前から取れるキャラゴマだけで構成されてるわけじゃないですかね。だから限定キャラとか持ってない可能性が、あ、でも言うて最近結構復刻されるもんな、わかんねえな。おお、なるほど。まあ正月ポリプスありえるな、ポリプスもありえるな、全部ありえるな。あー、仕打ち効くか。あ、でも X に対して強血打ってるから、これ X ちょっとやってみるか今度こそ仕打ちで勝つのだ。てかこれ当てるのもありだな、外周に置かせてベルーガで燃やすこともできるから、これ D6 当てるか。あ、これ当てるか。でも当てる、うわー、ちょっと待てよ、コンボ 1.8 倍か。
ゲッ。いやちょこれ、いや当てる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 、甘いな。氷結 1.8 倍甘いな。うわやべ、ランタン行かれた。あーでもよかった、ランタン行くならなおのこと氷結で当ててよかった、よかったよかった。でもランタン行かれるの普通に怖え、やべえ怖え。取りな俺のリロレルを、このためのリロレルだぞ。何イシュタル持ってるじゃないですか。ちょっとやめてください、それ良くない。本当にアベル最高、マジアベル最高、愛してる、一生お前のことです、最強。このアベルめっちゃいいっすね。回復入れつつ復活して代償食らわせて200威圧で強要したい。まだベルーガ打ちたくないですよね、火炎の観点から見て。相手に外周を犯せてからベルーガ打ちたい。何手が引いてるか。おお引いてしまった。これベルーガ、いやさすがに取るぞ。これダメマスの展開どうだ。あそこか微妙、まあ、パスさせるやん。で威圧まだ効いてるか。あいいっすね、アベル、このアベルいいっすね。で回復入れて、あこれめっちゃいいな、回復できる 4% ぐらい。あちゃちゃちゃ、今何パーセント回復した ?6% ぐらい回復した。よしどうだ。ただ相手のキャラゴマ少なすぎて逆に動きずれ、逆に動きずれ。ブラか、うわこれ泳がせたいな、このブラ、あこれ泳がせたいな、召喚させたいな。エディナ B さんとかで良さそうな雰囲気するけど、 C に打った場合、いや B さん打った場合右ベックスダブコンになるのか。ライフは弱いとはいえだるいな。 C2 にしよう、下級で軽く出そう。ナイス。で相手がこのエディーナ取った場合、右ウェックス十字火炎とかもありですね。相手の召喚 C2 は確定してるから、その展開になったら。どうする。いや俺のペースだけどなんか安心できないんだよな、なぜか。どうするんだ。ちょ夏ブラも怖いんだよな、召喚美味しいとはいえ。 X 来るか、オッケー。でもそこいいっすね、ナウラで燃える。でこれ10時間引いて右ベックスじゃなくて F5 もありだな。おひょー、いやこれ一撃が命取りになるな、一発一発が命取りですね。これ A4、 あダメか、これ英語ベルーが打ちてえな、ダメかな。いやいや F5 ベルガにしよう、ちょっと普通に日和るわ、回復しに行くわ。なんと火炎デッキで防衛に走る火炎デッキで防衛に走ってしまう、これでいいのか。いやいいんだきっと、守りは勝ちよ。そうこの世はね守りなんすよ火力なんて求めんな、守りは勝ちなんよ。相手にとって嫌なことをだけを考えて生きるんよ。火力推しの時代はもう終わった、これからは守る時代だ。そう剣盾っていうタイトルあったと思いますけど、ポケモンでもうあの盾最強です。はい、古いザシアンなんて古い、これからザマゼンタの時代なんだよ。ちょっと3戦4枚返し怖すぎるな正直言っていいですか、火力出したいやっぱり正直ちょっと火力出したい早く。このねサラマンダーがうざいわ、手駒呪っちゃうもん、うぜーサラマンダー。オッケー、さあこれで 1.7 倍3枚返し、いやちょっとだるいな普通に。ちょ俺のベルが落ちちゃった、チポン引け、全然チポン、ちょっとまずいかもしれないやっぱ火力か、火力なのか、なんかだるいな、ちょっと待って、なんかだるいな、やばいなこれ、やべだるい、こっち待って、祭りとか打たれたらやばいな。でもこれ永遠に行くわ、一回回復に入れないと。
うわ回復しすぎだろ、なんだ4078って見たことねえよ。いや一回回復するわこれで。おいえビックリマークやめてやめて、一応これ B6 ダメマスですけど、 B6 ダメマスですけど、いやーでもやばいんかこれ、相手 B6 打つ勇気があるか、いやあるな、ある絶対ある、俺だって火炎で燃やせてねえもん全然。やばいやばい、やっぱ守ったらこうなる、やっぱ火力だった、自分の信じる道をぶらした俺が悪い。で乱体から出んのが怖えよ、何まずい。でもこれ F6 で相手動線一応 D2 しかなくなるな、えそうか F6 出るな、頼む頼む頼む、チュポン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 、えーナイスー、メイとか入ってるわけねえだろ、やれるもんならやってみろ、ナイスーナイス。あでも待って、相手の火炎の対象だ、全然燃やせてない、頼む D2 耐えろよお前、絶対耐えれるだろ、さすがにチュポン切ってくんな、オッケーあと2ターンで倒してみせる絶対に。そうこの世はこの世は火力じゃねえんだ、火力じゃねえ、守れ命大事に、はい最強、命を大事にしろ、やめましょうよこんな戦い、やめましょうよ、命がもったいない。全ロス侍ありがとうございました耐えすぎではあるなこれ耐えすぎ危な危な、普通にいい感じに立ち回られたな、うわかったわ、危ねえ。ってことで回復楽しかったですね、でアイリアが強かったわやっぱ、うん、ヤンドーラよりも効果が高い、実質ヤンドーラです、S、あの場に出す S は減ってしまったんですけど、言うてね火炎デッキって手駒に S とか序盤に固まると捨てないといけなかったりすると、実質回していく S 駒が3枚が最大になることが結構あるんですよ。そうね、どうせメーレンとかも初手出しで切っちゃうみたいなことあるから、って考えたらヤンドーラがアイディアになったっていうのはね、全然弱体化でもないし、むしろ強化と取れる部分もあるんですよね。なんで全然強いですアイディア、これアイディアの評価上がってるんで皆さん今使いましょう、今こいつ来てますめっちゃ強いです。ということでまた次回お会いしましょう、この動画面白かったって方は高評価チャンネル登録お願いします、お疲れ様でした、さよならバイバイ。